隣韓国でも米韓 FTA で、ね、農業は壊滅的打撃を受け、今や食料自給率は 20% 台です。 20% 台前半です。今この日本においても食料自給率たったの4割じゃないですか。これから真にこの日本においてこの国はきちんとした形で農業を振興していかなければいけないじゃないですか。皆さんはその先頭を切る立場ではないんでしょうか。農協さん、あなた方のようなね、本来の役割、農協さんがいろいろ言われていることは私も知ってます。私もあなた方に対していろいろ思うところはあります。ですが皆さんの本来の役割、ね、日本の農業の振興のために日本の農家はお互い同士助け合おうぜということで農業協同組合という存在があるんではないですか。明日までを政府がくれるから、国が言うから、そんなことやって繁殖に切り替えました。田んぼは休ませました。結果どうなってるんですか。そりゃ駐車場にした方が儲かるような世の中にした国も悪いかもしれない。ただあなたたちは政治活動を精一杯やって自分たちの選んだ議員を国会に送り込んだのに、そんな風にしてしまった。もう考え方を変えるべきなんですよ。農業を大切にする議員じゃなかったらいらないんですよ。そうだ、あなたたちはシンプルな団体なんだから、そうしたらいいでしょう。いつから工業団体になったんですか。いつから工業団体、いつから自動車輸出推進団体になったんですか。そんなものはあなたたちの利益にはならない。政治家に言いなさいよ。あなたたちの票がなかったら彼らはただの無職のおっさんですよ。おばはんもいるかもしれないけど、あなたたちの力はそういうふうに使わなかったら組合員が死んじまいます。少しは考えてください。以上です。 TPP 対策として補助金の増額、これ約束してますけど、この約束が確信犯的に保護にされる可能性ありますよ。それも多分自公政権は外国から圧力がかかっちゃったからごめんねっていう形で引っ込める、こんな可能性いくらあってありますよ。だってこれはっきり言ってやらせですよ、これは、ね、だってこれ皆さんもご存知じゃないですか。非関税収益、今回の TPP 対策と称する補助金の増額、明らかな非関税障壁じゃないですか。これそう指摘されたらおそらく反論はできませんよ。